派遣を狙ってたので悔しいですし、まあ、今回のレース全体的に振り返ってみてもいいレースが一個もなくて、パリが決まったって素直に喜んでない自分もいるし、みんなにパリ行けたよって言えるけど満足できない自分もすごい嫌だし、とにかくまた一からやり直すしかないなって思います。パリに向けてしっかり、まあ、6秒真ん中だったり6秒前半を出すようなタイムを目指して強化していけたらなと思います。